はい、どうも皆さんこんにちは。豚が超大好きな男アリゾーです。ということで子豚導入4日目、ちなみにこれいつまで続けるんやって話なんですけど、とりあえず1週間ちょっと朝毎日子豚が何してるのかをモニタリングしていきたいと思います。ということで見ていきましょう。 Here we go。 さあ、ちょっと昨日はねどこにいるか見逃したんですけど、虫たちと行動を共にしてますね。仲良くなってる。なんかちょっと感動や。そのまま家の方まで案内してくれるのか。なんかちょっとよくしてくれるし、こっちおいで、こっちおいで、ほらお、4日目にしてついに、こっちおいで、しまった、ちょっと俺が動かしてた、すげえなんか仲良くなってるやん、仲良くなった、かわいくて、なんかもう、放牧豚っぽくなってきたね。ほぼ豚ですけど、来た時から。あ、では待って、でも掘った跡がある。多分来てますね、昨日一回。一応家の場所は認識してるんかも。多分これ掘った跡なんですよね、豚たちが。この掘り方は。そして餌、食ってるね、餌。お、実はこれ昨日ね、餌向こうであげてたんですけど、こっちも入れといたんですよ。食ってます。ついに4日目にして豚が自分の家を認識したと、これ言っていいでしょう。まだほら慣れてないから、うんこ家の周りにしちゃってるけど、ここに糞があるってことはここまで来てたってことだから、おお、嬉しい、よかったです。ということで子豚たちはやっぱ4日で自分の住む場所も認識してくれたから嬉しい限りですね。皆さん見てください、小屋に子豚がついに来ております。ちょっとね、朝はね、びっくりされてしまった。そうなんですけど、手作り豚小屋に来ました。お金もかだぞ。びっくりしました。あとは最後の最大ミッション、俺に慣れてもらうということです。